東勝マは、三重県四日市市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。横浜 DNA ベイスターズ所属。愛称は、浜のペンギン。四日市市立三重北小学校一年時から、南式野球チームの三重クラブ野球少年団で野球を始める。四日市市立第一中学校時代には、四日市トップ S ボーイズに所属。 野茂ひでが総監督を務めるジュニアオールジャパンの一員としてアメリカ遠征を経験した。愛工大名電高校への進学後は1年夏の選手権愛知大会で2試合に先発した。2年次にはチームが春夏連続で甲子園球場の全国大会に出場したが、1学年先輩で自身と同じ左投手の浜田達郎が AAS だったことから、いずれの大会でも 当番の機会がなかった。2年秋に浜田から AS の座を引き継ぐと3年の夏にも選手権本大会へ出場。昭工学院高校との初戦に先発投手として甲子園球場のマウンドを初めて踏んだが5回まで飛安谷と高騰しながら逆転負けを喫した。高校からの卒業後に進学した立命館大学では一年の秋から休園投手として 関西学生野球のリーグ戦に登板。2年次に、左肘痛2を発症したため、秋のリーグ戦に登板せず、左肘の治療と下半身の強化に専念した。2学年先輩の桜井俊樹から、エースの座を継いだ3年の春季リーグ戦では、京都大学との1回戦で、ノーヒットノーランを達成するなどの活躍で、リーグの MVP、最優秀投手、ベストナインを受賞。 チームを3期連続のリーグ優勝に導き、全日本大学野球選手権大会にも出場した。4年の春季リーグ戦では、関西大学との1回戦で再び、ノーヒットノーランを達成。同じ投手による複数回の達成は、関西学生野球リーグ戦史上初の快挙であった。在学中には、リーグ戦で通算41試合に登板。 通算投球イニングは231回に3で19勝9敗、防御率1.05、235脱三振という成績を残した。大学4年時の2017年には第41回日米大学野球選手権と第29回ユニバーシアードの日本代表に選出。先発投手として2試合に登板した日米大学野球では、 通算11イニングを無失点という好成績で最優秀投手賞を受賞した。ユニバーシアードでは予選ラウンドのメキシコ戦と準決勝の韓国戦に先発登板。いずれも8回を無失点に抑えて白星を挙げたことによってチームの優勝に貢献した。2017年の NPB ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから一巡目で指名。 NPB 全12球団のうち、この会議で一巡目選手の交渉権を単独で、確定させた球団は DNA のみだったが、契約金1億円、年俸1500万円という最高の条件で、入団した。背番号は11。2018年、石田県大、今永翔太、浜口春香大に続く、左腕の先発要員として、春季キャンプを一軍で過ごした。 オープン戦での当番3試合をすべて無失点に抑えたことから、レギュラーシーズンの開幕から一軍のローテーションに入ると4月5日の対阪神タイガース戦で先発投手として公式戦にデビュー。黒星を喫したものの7回1失点という口頭で阪神打線から9個の三振を奪った。次に先発した4月12日の対読売ジャイアンツ戦でプロ初勝利を挙げると、 4月19日の巨人戦で2勝目を記録。5月16日の大阪新戦でシーズン3勝目をプロイリアと初の完封で記録。この年の NPB 全12球団の新人投手による完封勝利一番乗りを果たした。その後も一軍の先発ローテーションに定着すると6月末までにチームトップの6勝を記録。オールスターゲームには セントラルリーグの監督推薦選手として NPB 全球団の新人選手からただ一人出場した。対巨人戦にはとりわけ強く前述のプロ初勝利からシーズン11勝目を挙げた9月19日まで登板した5試合すべてで勝利投手になった。9月19日の対戦では7回裏西にケ c シー・マギーからソロ本塁打を打たれるまで一人の走者も出さなかった。 ただし、シーズンの最後に対戦した9月28日の試合では7回無失点で降板しながらチームがサヨナラ負けを期している。レギュラーシーズン全体では一軍公式戦24試合に登板したほか、新人投手でただ一人リーグの最終規定投球回に到達。リーグ2位の防御率2.45やチームトップの11勝を記録したことを背景に、 セリーグの新人王に選ばれた。選出の基準になる記者投票では得票率が99%に達していたが、シーズン終了後に左肘の炎症が判明。11月開催の日米野球で日本代表に選ばれていたが、この炎症の影響で出場自体を余儀なくされた。オフに四千五十万円増となる推定年俸五百五十万円で契約を、 公開した。2019年1月の自主トレーニング期間中に左肘の炎症が再発したため途中からノースローで調整。春季キャンプ以降も2軍での調整に専念した。5月6日の大巨人戦に先発投手としてシーズン初の1軍マウンドを経験したがプロ入り後自己アーストの内容で黒星を喫したことによって 前年から続いていたドーカードでの連勝が5で止まった。5月15日の対中日戦で6回1失点に抑えてシーズン初勝利を挙げたものの、以降も左肘の状態がかんばしくなく、1軍と2軍を往復。8月23日の対巨人戦の当番を最後に、戦列を離れたため、シーズン全体では1軍公式戦7試合の当番で4勝にとどまった。オフに、 1150万円元となる推定年俸4400万円で契約を公開した2020年、病児が同意児である東純淳平が入団したことに伴って、ユニフォームのセンネームが慶東に変更された。しかし、左肘痛が感知しないまま春季キャンプを二軍でスタート。キャンプ中の2月8日に、 左肘の内側側腹靭人体を損傷していることが判明したため、同月20日にトミー・ジョン手術を受けた。実戦への復帰に1年半ほどの期間を要することが見込まれたが、球団では東を育成選手契約へ移行させずに、左肘が感知するまで支配下選手登録を続ける、移行を示している。実際にはシーズンを通じてリハビリに専念したところ、 全力でのキャッチボールが可能な状態にまで左肘が回復。シーズン終了後の12月2日には NPB の野球協約で定められた年俸の減額制限に近い1080万円減となる推定年俸3320万円で支配下、選手契約を公開した。2021年順調にリハビリを重ね、7月11日の イースタンリーグロッテ戦で688日ぶりに実戦復帰。防御率1.95の成績を残し、シーズン終盤の9月28日対ヤクルト戦で767日ぶりに1軍での先発登板を果たした。投手としては小柄な体ながら、オーバースローから最速時速 152km のストレート、チェンジアップ、スライダー、ツーシーム、カーブを投げ分ける。 チェンジアップへの評価が特に高い。投球時に状態を三塁側へ、仰向け気味に倒しながら腕を振るためリリースポイントが高く角度のついた球をストライクゾーンのコーナーへ投げ込めることが特徴。目標の選手に自身と同じ左投手の石川正則や田口玲とを挙げている。幼少期には巨人を応援していた。大学四年秋の NPB ドラフト会議では どの球団からの指名も歓迎する姿勢を示していたが、DNA による一巡目での単独指名までは想定していなかったという。立命館大学時代に生活していた公式野球部の寮では一時、に学年後輩の坂本優也と同じ部屋で過ごしていた。坂本が DNA に入団した2020年には、左投手の先輩として、技術面だけでなくメンタルの保ち方などの助言を、 送っていたという。好きな女優は、土屋太塩りで DNA の球団合宿所へ入寮した際に、土屋のサイン色紙を持ち込んだ。DNA への入団後から使用しているグラブには、金運と白星をつかむという意味で、金色のうんこマークと白色の星マークの刺繍を手のひらの部分に施している。自身のツイッターアカウントではそのグラブの写真がヘッダー画像として使われている。 DNA1 年目の2018年6月15日には、京セラドーム大阪での対オリックスバファローズ戦に、当番。西祐希と先発で投げ合ったが、5回途中7、失点という内容で負け投手となった。NPB の一軍公式戦で、正反対の方角を示す苗字の投手同士が、先発で対戦した事例は、この試合での東と西が初めてである。ありがとうございます。